エストリズ・スベンスだったは、デンマーク・オースベン1世の娘で、クヌーズ2世の妹、ウルフ・ハクと結婚し、後のデンマーク・オースベン2世とビオルンの母となった。1047年から1412年まで、デンマークを支配した王朝は、エストリズの名から名付けられた。エストリズ自身は女王にも王妃にもならなかったが、息子・スベン2世の知性の間、デンマークでは、ドラニングと呼ばれた。 一説によると、エストリーズは、すでに一世と二番目のヒシグリーズの娘で、シグリーズは、すでに一世と結婚する前に、エリク六世と結婚し、オーロフを設けており、ポーランド公、ミエシコ一世の娘グンヒルトの子である、クヌーズ二世、ハーラル二世らの異母妹であるという。エストリーズは990年から997年の間に生まれた。1014年に、 シチスベン一世が死去した。エストリズは、最初、短期間ロシアの領主と結婚していたとされている。この人物は1015年のキエフ大公の死後間もなく、死去したと言われる。2位クヌーズが、イングランド王となった後、クヌーズは、ノルマンディー公リシャール二世との間で、リシャールの息子ロベールとエストリズとの結婚を決めた。この結婚が実際に行われたかどうかは不明である。 歴史家、ルドルフス・スグラベルはその著書、ヒストリア・ラム・リブリク・インクへの中で、クヌーズの姉妹がロベールと結婚したとしている。一方、ブレーメンのアダムは、エストリズがリシャール二世と結婚し、その後リシャールがエルサレムへ行った後にエストリズがウルフ・ハクと結婚したとしているが、実際はロベールは、エルサレムには行っているが、リシャールは行っていない。ノルマンディの記録には、 どちらの公爵に関しても、そのような結婚については、触れられておらず、歴史家は短期間の結婚や婚約にせよ意味を、唱えている。ニークヌーズは、エストリズとオークニーハクウルフとの結婚を決めた。しかし、1026年に、ウルフは、クヌーズの命により殺害された。この暗殺が、エストリズの同意のもとで行われた可能性がある。エストリズは、兄の信頼を損なうことなく、 兄から広大な領土を与えられているからである。エストリズは息子の教育を教会に任せ、教会に寄付を行い、デンマークで初めての石造りの教会を創建したと言われている。エストリズは息子スベンによるデンマークにおける支配拡大への取り組みを支援した。1047年、スベン2世は母エストリズがデンマーク王女であったことにより、デンマーク王位を継承し、 母の名から、すでにエストリズ戦として知られる。エストリズ自身は、ドラニングの地位を与えられたが、これは通常は、王の配偶者に与えられる地位と同じであり、自身は、君主でも、王配でもなかったものの、ドラニングエストリドとして知られるようになった。スベン二世は、エドワードザンゲ王の後に、イングランド王位を要求したが、これは知りけられた。ウルフの姉妹ニータは、 ウェセックス博ゴドウィンと結婚しており、イングランドスカンディナビア陣営にしっかりとゴドウィンの一族を組み込んだのである。エストリズの没年は不明であるが、1057年から1073年の間であることは確実である。ロスキレ、司教・ビルヘルムがエストリズの葬儀を司祭さしたが、ビルヘルムの在職期間が1057年から1073年までであったためである。 エストリズは、ロスキレ大聖堂の北東の柱部に埋葬されたと、広く信じられてきた。しかし2003年に行われた DNA 検査の結果、そこに埋葬されていた遺体は、エストリズより若い女性のものと判明し、その説は否定された。最近の説では、この場所にあった印は同じく、エストリズの名で呼ばれていた、ハーラル三世の王妃。 マルグレーテハスビオルンスだったのものと考えられている。ありがとうございます。